ほら、ユサーあはぅ <laughs> <ー>よろしく頼むぞ。3、2、1! 1> さ、来ましたね。あ、有リ先輩。うん。あ、それね。はいはい、すごかったよね。 本番前に。うん。いや、改めて大会でね、やってほしいよね、この二人が。そういうシナリオになるのかなうん。うん。いや、成長してるからこそでしょう。いや、強くなってるよ、大金も。で、ちな先輩もな、頑張ってほしい。 <laughs> 今回それ見れるんじゃない一本ってタイトル。二人の試合が同時に行われてるか、行われてく感じかな。いや千夏先輩前回のライバル校の人たちの評価がね、まあ、ちょっと悔しい感じだったからね。それを試合の中の実力で黙らせるっていうね、燃えてるから千夏先輩も、そういう結果になってほしいよな。 タイく君は大イく君でひなちゃんの応援でね、なんか勝ち上がったらお弁当作ってあげるとか言ってたから、<laughs> それをやっぱもらうまではな、勝ち進んでほしいよねで。そこに行くまでに、またハリュー先輩が立ちふさがるのか、まあ、ちょいちょい最近出てくるあのライバル校、あの、こっちの方、タくん君の方もね、なんかいるから学校名出てきてるやつらが、 あれがまたね、その苦渋じ,じゃないけど、トーナメントで、早い段階とかで出てきちゃうとってとこあるよね。まあ、それは波竜先輩の方もなんだけど、決勝この二人で大輝と波竜先輩とかでやれたら、激アツなんだけどな果たしてですなあ、当日の朝かいよいよ。 ああ、もうあれじゃん。なる前に起きてんじゃん。チラツ先輩。<laughs> まあそうだよね。そうそうして寝れないよな。うーん。ああ、お母さんも。朝早くからお弁当とかご飯作ってくれてんだろうな。あ、待機。え、体操 <laughs> 朝からラジオ体操してる <laughs>。 もう起きてたんだね。こっちも。ああ、だから待機も寝れなかったのか。ああ。うん。なってないのか。ああ、いい笑顔。うーん。うーん。いや、そんな言葉聞いて、ちょっと心軽くなったっていうかね。ああ、一緒にやるんだ。こ,れこんなのラッキーすぎない待機。大 に、やさじゃん。はは、それな。<laughs> ああ、まずそれ。いや、ってんね、動き。うん。ああ、一組か。うん。 うん。あの学校かなあ、明日か。頑張れ。おおうん。あ大輝くん踏み込む。 あ今ね、聞くのはちょっと。うん。う掛け声。ああそれがあれなんだ。一本お。うん。<laughs> うん。うん。輝いてる。え、これ、スマホとかで録画しときたいね。で試合前とかに見たいよ。 いやけど嬉しいでしょ。いや、ほんと朝からラッキーすぎるって、こんなの。いや、頑張る大器。ああ、なんかいい音楽。あ、出たもう、配球とかでもあったけど、こういうのいいよね。学校別のあれなんじゃない横断幕というか。おああ、体育館。の何見てんだ うん。うん。ああトーナメント、あああの学校、チェックしてるんだね。うん。偵察か挨拶かああ、偵察じゃんあの学校だよ。 サチ側だっけサジ側だっけおうおう。ああ、これだ。ああ、ダブルス。うーん。<う>お<う>。おう。わあ。おおうわおお 負けずと、ね。こんな口でやり合う仲なんだねあ。余裕だな、なんか。いや、マジで強いんだろうね。いや、けどこれ勝たない、ここも勝たないとだよな。一組しかいけないんだもんね。ダブルス。 うん、うん、オールマイティうん全部揃ってんだカンストいやーそんなすごい選手が同じ <laughs> 地区というか県にいるなんてねああ いそこに繊維喪失せず、できるかも大事だよね。いやもうそのレベルなんだな。ああいや、違うね。いやその気持ちがけどナイトなんだよな。やるには。いやいいパートナーに恵まれたんじゃない春先輩も。 <laughs> やった嬉しそうな <laughs> あ。またそんなこと言っちゃって。うーん。ああ。<laughs> <laughs> もう、もうあれなの。早速負けちゃった人いるのね <laughs> <laughs>。すげえ静か。 ほら、え、これ、うん、財布が落ちてるけど。え、女の子っぽくないなんかあの寝方。え、新たな、なんか出てくんのん男かけどなんか持ってる財布がさ、あれ。あ、男の人だ。んこれもあれじゃないあの学校じゃない ねえ、赤いあの服。これ、シングルスの、ライバルじゃないか。ああ。ユーサー、ユーサー。ほらーほーらー <laughs> ああ。 いやー、出てくるじゃん、いろいろ。あ、ガッドなのかい、それ。<laughs> そんな使い方してる人初めて見た。<laughs> うん。あ心で喋るタイプ無口で。あ入門かかん。 うん、16対 9! いやー、もうそんなになっちゃってんだ。あうわー、そんな言わないでー,あーおー うん。決定だ。ああ、なんか課題が見えてきたのかな。おうおうおおどうなのうまくいってんじゃない結構。まあ、点数さ、あれだろうね。話されてるけど。うん。いやもういきなりこんな中盤というか <laughs>、あれから始まるなんて。 おお、もうあ大器一本 <laughs> 決まるの取るんじゃないこれ。この人から。落ちろ落ちろ跳ね <laughs> ああ入ってない <laughs> ああ 今のがあれだったのかけどんかちょっと見てるねこいつはくらいに思ってくれてるかもねあうんうーんいや頑張ってこう いや、なんも心の声出ないね。いや、何を思ってたかないや、大輝くんの評価結構上がってんじゃねてかもう夜だよ <laughs> 終わってんじゃん、試合 <laughs>。あ、まずはね、こっちは。うん。ダメだ。まあねー。相手がね。 あーあー、寝てんのね。いや、いろいろ書いてあるんじゃない今回の試合の反省点とか。うん。うん。はあ、絶対入れるー。あとわずかだったもんな、ね。 そういうところよな、大輝くんのいいところって。なぁ、あとは気持ち切り替えて今度シングルだね。で、あのユーサー、ユーサ、ユーサだっけあいつ、やれるかな今回あ。うん。あぁ、いたからね。あっあっ <laughs> ちょっと、嬉しい、こういうの。<laughs> いや、あのノートも永久保存版じゃんか。うん。えー、どこにいんのいやいっぱいある。純血、え <laughs> ぇ<どう>、ひょうど。 いや、むしろ、ハリュー先輩の方にあいつがいるのか。さっきの。まあ、いや、そういうのないんだね。いや、頑張れ、どっちも。うーん。うーん。あ、 え、でも、あれなのかあああいつじゃない入ってる。そこに行く前に負けちゃう感じ。わあ。ほらユサはく <laughs> いやーんー。 いやーだいぶ差はつけられてるね。いやー強いんだ。ああ、まあ、肩で息はしてるものの。うん、ねえ。一回戦かなーいやーなんか誰と当たるかでね。ほんたっという間に終わるってのあるからね。 いや、それはちょっと、運動した後だし、まあ、もともと汚いのかな。<laughs> あーうわあすぐ気持ち切り替えてか。わあ。うわぁ うん。いやああ。まあ、大会ではそうかもしれないけど、せめて周りはね、その努力は見ててあげたいよな。ああ。 どうするかな。ああ、太貴くんから。うん。うん。ああ、差し入れ。うん。 <laughs> お弁当じゃねえのかよ <laughs>。それ <laughs>。あ。怖い怖い <laughs>。いや、けど嬉しいね。あーねー、来てくれた時にもう終わっちゃってるって <laughs> いや。ちなつ先輩は、あ、そうか、あっちもあっちで試合があるもんな。あっちどうなってんだ やるからにはね。いや、俺も剣の決勝で敗れたとき思い出すな。<laughs> うん、そこね。ああで、こっちはやってんだいやー、頑張れーおーおーおおあ、けどもう、1ゲーム取られてんだね。どっちがどっちがどっちだ今のスコア。やっぱあっちか。兵働か。リード。 いや一1ゲームくらい取ってくれー。いやーまだ試合中なのにそんな終わったかのような。ああ、引退したら。ああ、ケースなのか。うーん、楽しみで、ここで体育君ね。ああ。 にゃーゲームセットかなこれでうんー強いニャハリンセン先輩 いやであっちはどうなってんのよ。あ <laughs> 怖いってかめっちゃ燃えてていい。<laughs> まあけど、これでも準優勝なら決勝でやったんだったらね、いけるよね。あ、てかあのユサって選手はだから、兵ョ選手にもう負けてたんだろうね。多分。あっち側だもんな。 その上に来るまで。うん。うん。そうね。もう次だよ。けども次で決めないとって感じじゃないおあそうなの お、お、いい笑顔だよ、うん。うん。ごちそうってことは、そういうことよね。おおやったーよかったあ、けどそっちならやんないのか。 ああ、けど、こういう体験ちょっとあれじゃないほら、泣いちゃうかなあ飛び出しちゃったの。 いやー悔しい。いやー辛い。<laughs> いやあ、こういうのよな。このスポーツアニメの苦しいところとか見ててさ、締め付けられるところ。<laughs> いやあ、だから試合がまさかこんなテンポよく描かれるのはと思ったよ。俺、今回見てて。 もういきなり会ってタイックン試合中盤だったしさ、最初。でも、負けちゃうしね。いきなりあの、ユサ選手出てきての。で、ハリュー先輩の試合もなあ勝てなかったし。ライバル校強しだねいやー、ち先輩と一緒に笑顔であの家でね、話せたらよかったのにな いやあ、で、ひなちゃん来てくれたね。お弁当ではなかったけど。<laughs> もう、けど来た時に終わってるっていう。いやー今回はまだ千夏先輩と話せてないからな試合終わった後。次回のそれがちょっと、楽しみだなどんな話するのか。またすぐ切り替えて前向けてるといいけどね。大輝くんは。 そういうところがまた強みなわけでさ。まあ、背中を押してくれるっていうか、叩いてくれる感じかな。千夏先輩が。いや、一本って言ってくれたのになあ、応援するよ。で、ハリウ先輩も千夏先輩もね、インターハイ決めてるから、ま、大輝くん残念だけど、この二人には頑張ってほしいね。 一夏先輩がいる間に大気くんをさあと2回とか言ってたけどいやこっからよこっからの成長に期待だよというわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだの方はねぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください以上動画ぶとずごお見せしました